千頭池。村の外れに池があった。あまり大きくはなく、丸い池だった。蓮頭池の底は恐ろしく深かった。水は澄んでいるのに、覗いても水の底は見えないのだった。不思議な池だった。虫や魚は一匹もいなかった。いつ見ても全くいないのだ。ここに鯉を放したことがある。最初は水中を泳ぐ姿がよく見えた。ただし、ちょっと大きすぎるような気がした。鯉は深みへ潜ろうとしていた。ますます大きく見えた。どんどん深く潜ってゆく。もう鱗の一枚一枚が見分けられた。さらに水面いっぱいまで広がり、ついには縁からはみ出てしまった。それから鯉の姿がぼやけ始めた。やがて何も見えなくなった。それでおしまい。いつもの蓮頭池に戻っていた。空のバケツを手に持ったまま、しばらくぼーっと立ち尽くした。まるで夢でも見ていたようだった。それも巨大なレンズを通して。